昨日です、ね、あのな長曽根さんのこう追悼のやつをやったんですけどもどうもあのなんだろう左の方たちですよね長曽根批判をしてる人たちがい,いますよね。これね僕はいつもあの政治家を批判する人たちっていうのはあの。 僕はいつも思うんですけども青年潔白じゃないといけないと思っている人たちが非常に多いんですよねと特に左の人たちがあのまあ常念司さんのような言い方をすると世田谷自然左翼ですよ、ね、まあ要するにああ何も考えてない人たちがあのそういう、えー、と今の安倍批判をしてる人たちも じゃあ実際安倍,安倍さん辞めたっ、えー、と誰があの総理になってどういうお仕事をしたらいいんですかっていうことをね聞き返すとね何も答えられないんですよ大体そういう人たちっていうのは答えられないんであのまあぼ僕は正直言ってあの政治家っていうのは汚いこともやるしあとあの最近ではね あの会社を大きくした経営者ですよね経営者だってまあ正直言ってあの血も涙もない人たちっていうのは多いと思いますよまあ新しくえっ、ー、とね若い経営者とかってそういう人たち多いと思いますよだ,だから僕はあのそ,うそう思ってるんであの 政治家っていうのはあのむやみ当たりにただ批判していいと終わらせればいいと思ってる人間ではないんであのこの長曽根さんの今ねあのちょっと見ててあの僕はちょっと知らなかったんですけども長曽根さんがねかつ,かつて戦争に、えー、と関わったあの著名人っていうかね えと経済界の人たちにもそうなんですけどそういうののインタビューを松浦なんとかさんっていう人がね、えー、とあの編集した、えー、とそういうのに、えーとまあ、2つばかり、えー、と寄稿したものがあってですねその中に、えー、と東南アジアので、えーとまあ、彼はあの会計家会計家のが え家でしたっけ、えー、なんであの設置でものあのいろんなものを設営したりね飛行,場飛行場を設営したりする、えー、と任務をあのやってたんですけどもまあそ,そこで、えー、と慰安所を作ったっていうねあのまあ幕地やったりなんかあの戦闘がないと博打やったりこう喧嘩したりねそういうことをするんで慰安所を作ったっていう。 えと記述があるんですよただもうね今ね、あのー、これえー、っとなんかあんまりねえー、っといあの韓国が騒いでる慰安婦問題に関して詳しくない人たちはねえー、っと 軍自体があの慰安所をあの開いたっていうことさえもダメだっていうふうに言ってる人がいるんですけどもうあの今もう軍,軍が、えー、と慰安所っていうのを、まあえー、と民間とかねそういうのに頼んで、えー、と設置してたっていうのはもう明らかになってるんですよね。でこれはあのいわゆる、えー、と戦争でね攻めてくるとね あのレイプとかそういうのがあるんで、あのそれを防ぐためにえっ、ー、と設けて、でもちろんえっ、ー、とそこでね働いている女性の方々にはあのお金を金銭を与えるっていうねそういうあのシステムを作ったんですよ作っててあの。 それはね、えー、と今,今現在まあ多分ねあんまり他の、えー、と軍はやってないと思うんですよ、えー、と今現在に至るまでですよあの第二次世界大戦からもうだいぶ75年以上経ってますけど75年か74年か経ってますけどもえっ、ー、と作ってないただその代わりもう現地でそういう風なあの場所がねあったりするわけだからあの まあ、取り立ててどうこうっていうことではないと思うんですよね。というのはまあ東南アジアとかって、まあ、あの日本軍が行ったところって都市じゃないですからねたもう本当に何もない島,島とかに行ってあの戦争してたわけですからあの食べるものだってなかったわけですからねよくあのねあのなんだ現地調達といって。 行ってその、ね、村の人たちを襲ってあの物を奪ったとかなんとかってそういうことを言う人たちがいるんですけどもそれさえもなかったぐらいですからね原住民がどっか住んでたっていうくらいのところがほとんどだったわけですからね。 あのミッドウェーなんかに関してはもうあのアメリカがもうほとんどあの最初、えっと、基地を設けてたんでそ,そこにあのアメリカ軍が来るって言うんで日本軍が行ったわけですからね住んだわけでも何でもないですからねまあそ,のそんな状態だったわけですからあの実際はほとんど人がいないところに でそういうい慰安所を設けたっていうことは多分よく言われてるようにあの日本からとか、まあ、朝鮮半島からとか、えー、とお金をもらうっていう意味合いでね、えー、と来た女性がいた可能性はまあその辺はねどう実際はどうだったかっていうのはもう資料がないんでわかんないですけどもましてあの えとガダルカナルとかああいうとこっていうのはもう食い物がな,なくて餓死者がたくさん出たら何万人1万人ぐらいあの病気と餓死で死んだんですよね。1万2万人近く三3万ぐらいって、えー、そ,それ1万何,何千人とかね亡くなってるんであの多分そんなところに行かないですよたあのそ,うそういう女性もね。 なんかあの可能性としては、えー、とまだね、えー、と長曽根さんたちが、えー、と行けた時はまだ、えー、と要するに。えーと 連合軍のね爆撃にあってこう食い物と食い物積んだ商船とかもあの沈められたりしたんですよね。それでもう餓死者が増えた。もう最初から食い物はないっていうのは分かってたんで、そうそういうことだったんですよ。だから多分可能性としては女性たちもあのそういう人たちじゃなかった現地のあの人たちだったんじゃないか。であの土人っていうふうなね発言があるんですけどもこれ造語ですよね。 あの長曽根さんが怒人とかっていう発言はしてないですよはしてませんでえっ、ー、と多分現地の女性にあの頼んでそういうことをしただからまあだからそれは、えー、と批判してる人たちが予想ですよねだから現地の女性を勝手にバーって連れてきてそれであのどっか閉じ込めて でまあね襲わせたみたいなそういうことなんでしょうだからそれは強制連行だっていうふうに言いたいんでしょうけどもでも実際はあのそういう証拠っていうのは一切出てきてないわけだからそれはまあ想像でしかないわけですよね。で僕は前も言いましたけども世の中にはねひどい男っていうのが いるんですけどもただそのひどい男っていうのだけをあのフューチャーされるっていうかねフューチャーしたがるんですけどねみんな批判する人でも大抵の人はそんなね女性に対してひどいことをするっていうふうにあのまああのねえー、とセックスをするってことをひどいっていうふうに言うんだったらもうあの身も負担もないんですけども。 そういう性行為を行うっていうことに関して、えー、と女性も別に、えー、とお金をもら,うんだもらえるんだったらいい,あのいいですっていう子もいるわけだからそれはちょっと分かんないですけどもね実際はどうだったかはわからないです。ただあのそれでね買ってあの無理やりり引きずり ってきてで、えー、と閉じ込めてそれで、えー、と何も男性にその性的行為をやらせたっていうあの可能性はないとは言えないですよでもないとは言えないけどあるとも言えないでもい慰安所っていうのがあったとするならば、えー、と多分考えられるのはあのそこでねそこの現地の人たちがねお金をもらったって。 使いい方さえかかからななったかもしれないですよは、まあんまはっきり言ってあの都市じゃないんでね何度も言いますけども都市じゃないんで使い方さえ分からなかった可能性もあるわけですからあの可能性としてはまあ食べ物ですよね食べ物をあの与えてたっていうことでしょうねだ逆にその食べ物をもらって喜ぶ人もいたと思いますよ もちろん、えー、と食べ物なんか嫌だっていうふうな人もいたかもしれないしそわかんないですよねだから、えー、とその状況に対してその中,曽中曽根さんがねやったことを批判するっていうのはまあお門違いっていうかみんなね清廉潔白な人って いいいないっていうか、まあ、戦争状態であの時にじゃあ自分は戦争,戦争で人殺したくないけどって言ってもそあの当時はね被告人になるわけだからそれは行かなきゃいけない赤紙来たら行かなきゃいけなかったでしょうそれで行ったでしょう行ったら死んでもいいっていう人だったらいいんですけど。 死にたくなかったらやっぱり敵を殺さなきゃいけなかったっていう、それは現実なんですよね。だから現実を見ないであの人を批判するっていうか、その後ねあの中曽根さんがいろいろやったあの業績に対してその業績に対して批判するんだったらいいんですけども、あのその業績じゃん。 ないことに対して、その業績に対してね。きちんとその？批判ですよね。あのこれはこう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 僕さっきのあのプラザ合意とかに関して批判しました。けども、そういうきちんとした批判をするんだったらいいんですけども、全然ね。そのの戦時中のことに対して、そ,それはあの？ 上,上もいるわけだから命令とかねそういう軍機とかそういうのあるわけだからそれに対してそのまあ反抗できないっていうか拒否できない拒否したら自分は死ぬしかないっていうそういう世界にあってその,その世界がいけないんだっていう悲観はす,るすればいいんでしょうけどそういう状況にある人々を個人攻撃するっていうのは僕はあの僕はっていうかそれは間違ってますよね。 間違ってる。であの中曽根さんを批判するんだったらその彼,彼が政治家になった後のことをきちんと批判すればいいわけだけどそれをね批判できない批判できなくてあのもう国賊とかね, <laughs> あのねそういうふうに言う YouTuber もう何万人もねあのいいあ何万人もついてるんですね見た人がいるっていうのはもう信じられないですよね。 そんなあの何の根拠もないようなねまあ僕なんかほとんど誰も見てないんでまあいいですけどもまあそんなところです以上ですはいカットです